ジュビロ磐田の松浦選手です。今日は先制ゴールを挙げました。振り返っていかがでしょうか。そうです、まあ、山田が、ボール引っ掛けてからのカウンターだったと思うんですけど、まあ、いいボールくれたんで、割とうまくミートできたかなと思います。あの形は普段から、いやどうなんですか、ね、そんなことはないですけど、まあはい、でもなんかすごくあのチームの雰囲気もよくこのゲームに入れたっていうところがあったんですけれども、そういった意味では練習からも手応えっていうのを感じられてたんですか。まあ、まず何より前節の引き分けが悔しいっていうのはみんな思ってたことで、まあ、今日は絶対勝とうっていうのは、まあ、そういうところでは気持ちが入ってたんじゃないかなと思います。マリノスへの対策もしっかり準備できたと監督もおっしゃってましたが、対策というよりはまあ普段自分たちのチームとしてやることっていうのが今日出せたんじゃないかなと思います。そしてまああのちょっと騒然とする、ね、シーンもあったんですけれども、ゲーム後っていうのは雰囲気はいかがでしたか。まあ、まず何より勝てたことっていうのは良かったことですし、まあ、ギレがやったことっていうのは、スポーツ選手としては絶対にやってはいけないことなんで、まあ、ただチームメイトなんでやっぱりそういうところは反省してもらって、でも仲間だからやっぱりしっかりチームメイトで、熱くサポートしていきたいと思います。本当におめでとうございました。ありがとうございます。素晴らしい先生でした。